なんかヒントがあるんじゃない？うお！怖っ！なに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 、あっか！動いてる？まさか生きてんの？なになに？赤い部屋やな。これが赤、本当の赤い部屋ってやつやな。きっと。気持ち悪い。もう普通の感性からするとそうだよな。ピアノあるよ、赤い。鍵盤を押しますか？まあ、押さないと話が進まないからね。押してみるだけ、押してみよう。何かが割れた？あ、押して正解だったんだ。さっきみたいに何でもかんでもさ、手をつけるとさ、すーぐね。あ、私をここに連れてきた人は、私の目を見て欲望の色だと言った。私にはよくわからない。でも、その人は、その色はいけないと言った。何がいけないの？私はどうしたらいいの？どうしてあなたは私に剣を振りかざすの？欲望の色はいけない。赤色はいけないってことだ、多分。あ！何？これ。かわいい。まあ、こいつはダメだってことはよくわかったわ。このお蛇さんはダメだっていうことはよくわかった。すーぐね、バイオしてくるから。で、こっちの部屋も行こうか。青いな。こっちの部屋は青なんだ。青いピアノもあるね。気持ち悪い。本もある？お母さん、お父さん、どこにいるの？どうして私をあの男の人に渡してしまったの？私には、あれだけのお金の価値しかなかったの？毎日毎日薬を打たれるの。お母さんと同じ髪の色を見て、正義の色をしてるねと、意味ありげにつぶやくの。青色の髪ってことだよね。鍵盤を押します。とりあえず押さないと話は進まない。何かが割れた？ってことは、さっきのも出てくるってことか？うわっとー、ついてきてんねー。何？あれ？像がこんなとこにあるやん。あ、セーブポイントでもここに移動してくれてたんだ。よいしょ。で、緑の部屋まだだね。緑。あれ、黄色いな、カーテンが。ここのカーテンは黄色いんだ。緑じゃないんだ。花瓶だ。もう、すぐ花瓶に血をつける。血の慣れた花なんて美しくないわよ。ほんとに。緑色の何も入っていない。何も入っていない。緑の鍵盤も押してみるか。何かが割れた？だからさっきの死因はさ、手伸ばしたからダメなんだね。あ、これ何？この館の主は私のことをひどく気に入ったようでした。私の着ていた服を見て、純粋な色だね。君によく似合っていると嬉しそうにうなずいてたのを今でもよく覚えています。でも、私は知っています。彼はたくさんの女の人をこの館に閉じ込めていることを、そして私はもう逃げられないということを。3体になったね。あ、鍵だ！緑色のとこに鍵がある。取りたいな。シュッ！あ、鍵だ！研究室の鍵を手に入れた。やった！研究室の鍵はいいんだけどさ。あ、一体あそこにはまったあいつはバカだ。おー、危ねえ！危ねえ、危ねえ。早く移動できてよかった。高速で移動できるから助かったわ。研究室の鍵。回ってるなぁ。なんか。気のせいかな。木の真ん中のところに女の人の顔みたいなのが確かにアルダウネみたいになってるね。これどういう仕掛け？なんだ？アルダウネみたいなことになってるけど。美しいものを集めたからこうなったのか？うわぁ、なんかいっぱいあるよ。もう言葉失っちゃったじゃん。レイちゃん言葉失っちゃったよ。もう、感想が思い浮かばないみたいになってるじゃん。うん。誰かいる！一番怖いのは人やな。誰かいるって言っちゃった。あ！私以外も人が。あの、おや。なんだ。君か。いろいろなものが入り込んでると思っていたが、いやでも君でよかった。こちらも探す手間が省けたよ。私を探してたんですか？あの、この館が何なのかあなたはご存知ですか？
多分家主だろ、館主の主だろ。私調べ物してて、それでこの館に。この館はとても素敵なところだろう。至るところに私の研究成果が現れている。素敵？私にはとてもそうは思えません。まあそんな話はどうでもいい。どうでもよくなんかないです。私この館が出られなくて。出られない？そうか、この館に住む者の仕業だろうな。だがちょうどいい。あの死に損ないどももたまには役に立つではないか。せっかくの再会だ。君もっと喜んでみはどうだ。よくわからないですが、会話がね、会話になってないよ。そうだな。あの時君はまだ幼すぎた。やっぱお前が誘拐した人で美しい人なんだ。でも私はいつも君を欲しがっていた。君をルイフの家見かけた時からね。え？おじいちゃんの家？あなたは一体どうしてこの館にいるんですか？それは実に簡単なことだ。私がこの館の主だからだよ。何これ。ごめんね、少し眠っててほしいんだ。こっちも突然の来客だったから、いろいろ準備ができてなくてね。薬の調合が終わるまで部屋でゆっくりしててくれ。あー、なるほどね。怖い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 。目があるよ。ここはどこ？ここそんな、なんで？あの人に閉じ込められた？なんで？なんでなの？まあ、館の主なんは予想ついたけどな。あの動物もいない。セーブポイントもない。私、死ぬのかな？お父さん、お母さん。あ！一方その頃、芝してんだ。そりゃね、なんだって悪魔の巣窟だし。とにかくレイちゃんを探さないと。いつ危険な目に遭うかわからない。2回ぐらい危険な目に遭ったよ、もう。もう会ってたりして。ああ、ありがとう。縁起でもないこと言うな。冗談だって、半分は。バルツェ、ふざけてる暇があったら探せ。おー、怖っ。ところでさ、芝。もう今度は一体なんだよ。これ以上ふざけたらさすがに怒るぞ。いやいや、今回はちょっと真面目な話。後ろに何か落ちてるみたいだけど、調べなくていいの？え？これは、何だったの？お金？ライターじゃないの？どうもライターみたいだな。ライター？なんでそんな扉のところに落ちてるわけ？さあ、そこまではわからない。ま、いいんじゃない？もらっとけば。釈然としなきゃ一応持っておくか。ライターがここに来るんだ。で、芝支店で探すことになるんだね。あれ？動物の色が変わってる。で、こっち視点なんだ。花瓶が割れてるの、後で追いかけないといけないのか。追いかける視点になるんだね。不気味なのばかりだな。ん？これは檻？何か閉じ込めてたのか。あ、そんだけか。あれ？ガーゴイルの像がいない。あのガーゴイルの像はこれだったのか。ずいぶんと悪趣味な像だな。どうしたバルゼ？何か見つけたのか？いや、ちょっとね、見てみなよ、この床。ずっと思ってた、それは床の色が違うって。これは床の色が違う？というよりも、ここの床が他の床よりも汚れてないだけか？なーんか、いかにもここに何かありました的な感じがすると思わない？確かに。おそらくここにあったのは、隣のものと同じ形か、あるいはそれに似ている形の石像だろう。石像！随分ピンポイントに来たね。なんでそんなことわかんの？いや、それはわかるよ。この館を見て思ったんだが、この館の中は大体左右対称の構造をしてると思わないか？なるほどね。確かにそうだね。そんなの見たいし気にしてられないって、個人の趣味に興味ない。お前な。で、石像だったらどうだっていうわけ？普通石像が動くか？
俺の経験上石像は動かないというもの概念があるだろ。なら悪魔の仕業かもしんないってことだ。ガーゴイル、ガーゴイルの石像。あらららら、早速姉ちゃん消えんじゃん。急ぐぞバルセ、時間はあんまりないかもしれない。俺追い詰めるとがぜんやる気出てくるタイプなんだよね。はあ、下に降り出たりはしないのか。階段とか、ここに階段があったんだけど、一応。ん？おかしい。館ってそうだよ。やっぱ同じこと思うんだね。三つしか部屋がないからね。館っていうぐらいだから、もっと部屋数があってもいいはず。って言ったそうな顔してんね。まあね。確かにこの部屋と左右の部屋しかないわけないよね。何か仕掛けでもあんのかな。そんな悩んでる芝君に残念なお知らせです。その読み方やめろって気持ち悪い。気にしない気にしない。で、お知らせっつうのが、俺ら、この館に閉じ込められたみたい。さっきちらっと出口見てきたんだけど、出口なくちゃったし。なんだって？この館の中、変な館が、力が渦巻いてるから俺も出られないんだよね。なんてこったい。そんな陽気なこと言ってる場合か。姉ちゃんを見つけるしか、道はなくなったな。みたいだね。どうせ姉ちゃんを見つけるのは仕事だったんだし。もともと出口いらなかったんじゃね？帰るときどうすんだよ。その前に、帰れるかだけどね。でも酔ったな。これ以上どうやって進めばいいんだ。そんな芝君に嬉しいお知らせです。ん？なんとここに。は？隠し通路がありました。というか隠し階段？お前初めから気づいてたのか。想像にお任せしまーす。とにかく進む道は決まった。礼は言っておくよ、バルツェ。バルツェさ、でもさ、どういう人間なのかわかんないじゃん。悪魔か。どういう悪魔かわかんないじゃん。味方か敵かもわかんないぞ。はいはーい。ん？バルツェ、どうしたんだ？この絵画に描かれている女の人。めっちゃ俺の好み。お前帰れ、本気で。あ、ねえ、こっちに来るんだ。また追いかける形になってるね。肖像画か。あれ、なんか上になんかあるって言ってたけど、届かないのか。この人でも。で、鍵がかかってる？ダメか。ここもダメ。ここもダメか。うん。ん？うーわー、嫌な力離れちゃってんねー。この扉、実が何かに閉ざされてる。進めるわじゃん。じゃあ、よっぽどこの先に行かせたくないのか。それとも、この先の部屋にいる何かを閉じ込めておきたいのか。バルツェ、解けないのか。ちょっと無理かなー。仕方ない。別の道を行こう。別の道？やばいなー。想像以上に力取られてるっぽいねー。別の道って言ってもさ、開いてないんでしょ？開いてなかったんでしょ？ここのあたり。ん？どうする？でも別の道って言っても。別の道っぽいのが見当たらないけど。あ！額に、ねえ、下に何か引っかかってる。古い鍵を手に入れた。あ、ここで手に入れるんだ。で、古い鍵でこっちに行く。こっちはね、調べてないね。レイちゃんで。レイちゃんで調べてないから、1、2、数。何かの暗号か？ 1、2、数。1。謎のメモ1を手に入れた。あ、鍵だ。調べていいものか、そんなすぐに。古い鍵を手に入れた。なんか睨め、なんか見た。緑の服を着た女性。青い髪の女性。赤い瞳の女性。緑の服なんだね。この人だけ。なんかさ、見られた気がする。お願い、返して。なんか映った。返さないよ。今回あれだね。全画面攻撃多いね。やばいな、全画面攻撃は俺もさ、数々のね、RPG 作るを見てきたけど、俺もやったことあるけど。
あるある、俺も。全画面攻撃。古い鍵を使った。なんだ？水門？赤い宝石は正義の乙女のもの。白い宝石は欲望の乙女のもの。黒い宝石は純粋の乙女のもの。うんうん。これは宝石。ははははは。どこにいんのよ、お前、バルツェ。なんか怪しい感じじゃない？罠かもよ。でも何かの手がかりかもしれない。どこにいんだよ、バルツェよ。って、お前何してんだ。これ意外と楽しいよ。足しは別に滑らせたら死ぬのが水の満点、素敵。たく、少しは真面目に探してくれ。ごめんごめん。これでもちゃんと調べてたんだよ。はい、これ。人。なんだこれ。人は人だね。そこの水車に引っかかってたの。人。謎のメモに、宝石持ってく？あ、全部持ってくんだ。ん？あーらら。あ！取らないで、私の宝物！返せ、返せ、返せ！私から幸せを奪った奴は、殺してやる！うーわー、なんかやばきー！バズ、狩るぞ。いや、この館の中じゃ狩れないと思う。こいつは執念で生きてやがる。どういうことだ？執念だけで生きてるから、その執念を絶たないと無理ってこと。ちなみに、この館の中にいるせいか、執念から倍増って感じ？仕方ない。一旦ここに離れよう。ついてこなきゃいいけど。え、離れるって言うと？おーっと！うおー！はですよね！行け！おー！移動速度が速くて助かったぜ。おい、遅えな、お前ら。ついてこなきゃいいけど。うわー、ついてきた！ついてきたよ、やっぱり。あ、やっぱり。その宝石、多分彼女たちのだよ。そうだね。多分うわ、早い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 、早いのいる。とりあえず引っ掛けよう。ちょ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 、無理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 。それは無理やろ。それは無理やって。それは無理やって。イベントと一緒に来るなよ。そっちはダメ。その先に行っても意味がない。ん？死ぬしかないじゃない。だから、それだ、イベントと一緒に被せんのやめない？何の宝石を置こうかな。とりあえず、よくわかんないけど、赤の宝石を置きます。どうしようもね。どうしようもね。ちょっと待って。ちょっと待って。ああ、いけた。かかったー。なんとか、なったみたいだな。なんともなってないよ。何回やったと思ってんだよ。おー、疲れ。いや、さすがに焦ったねー。焦ったねーの話じゃないんだよ。そういう騒ぎじゃなかったよ。お前は何もしてないだろ。そうだ、何回死んだと思ってんだよ。助言あげたでしょ？もう忘れたな。それよりも、じゃあ、見てみて。それ、鍵か。反応薄い。5点。で、その鍵どうしたんだ？シバが宝石を彼女たちに返した時に、絵画が出てきたんだよ。絵画から出てきた？そうそう。彼女たちなりのお礼なのかもね。そうか。よし、先に進もう。ん？バルツ？少
少し表情が優しくなった？そうなんだ。じゃあ、まあ、いいじゃん、それで。苦戦したー。めっちゃ苦戦したー。